ちーちゃんはよ、猫ちゃんいっぱいいるよ。猫ちゃんがいっぱいいるんだよ。猫ちゃん、あ、お薬ついちゃう。薬だけちょっとね、朝飲ましたら出しちゃった。なんか吸収薬のあれがついてね、最後にそれを飲ませる、それを飲ませた時に使えると。あー、そうそうそう、グリーンのやつ多いもんね、うん、そう、この子の誕生日7月1日だもんね、推定でね、そこで17歳ですよね。あ、そうですか。素晴らしい、すごい長生きだね。まあでも本当に長生きになってる分だけ慢性腎臓病とかさ、うん、どうしても出るよね、とかね、出てくるんですよね、うん、人間と一緒に人間が内臓がだんだん弱ってくるから、うん、猫ちゃんもそれからあの変形性関節症、うん、あるんですね、うん、結構かえって 犬よりも多いぐらいだけど、あんまり表に出てこないんですよ。この辺の方がこういうところです。まあ、日本猫は少ないんだけど、洋猫が多いんですね。まだ今のところ炭素の縁もいる。それはすごい。だけど、この間ね、下ろしてくるって泣きました。やっぱりだからちょっと。呼んで、自分が無理だと思うと、上がっといては呼ぶ。自分で降りてる時もあるけど。はい、じゃあお預かりいたしますね。お願いします。はい、お願いします。